西尾東映劇場は愛知県西尾市花の木町にあった映画館。かつては劇場としても使われていた。旧称は西尾劇場、西尾東映。通称は西尾劇場。2009年には建物が近代化産業遺産に認定されたが老朽化が進行したため2014年に取り壊された。西尾劇場のコケラ落としを飾った13代目。 片岡二座衛門1926年には石川栄養の都市計画による花の木町の区画整理事業が開始され、1928年には西尾鉄道西尾駅が花の木町に移転した。駅前繁華街の中心施設として劇場の建設が計画されたが、戦時中で大規模娯楽施設の新築が制限されていたため、1940年9月2日、 岡崎市の岡崎公園近くにあった劇場、龍城座を移築し、西尾駅前に西尾劇場が芝居小屋として開館。コケラ落としは関西歌舞伎の十三代目、片岡二座衛門の公演だった。第二次世界大戦後には映画工業を開始。1946年頃には日本全国の映画館が連合国軍最高司令官総司令部の完成下に置かれたため、 西尾劇場もハリウッドなどの洋画専門となったが、1950年の東映創業を機に西尾劇場でも日本映画を上映するようになり、1951年のサンフランシスコ講和条約を機に映画が自由解禁となった。映画は基本的には東映の作品を上映していたが、大映や日活の作品を上映することもあった。戦後には、 劇場兼映画館として活動しており、庄司太郎、榎本健一、三空ひばりなどの公演が行われた。1953年時点ではホールが1500席もあり、映画館名簿によれば、愛知県では名古屋宝塚劇場に次ぐ規模だった。1950年代後半2006席に縮小されると、1963年の改装で花道が撤去され、 座席数も498席まで減らされた。1968年には芝居工業を終えたが、劇場や映画館としての傍ら、広い舞台を生かして、女子プロレス、キックボクシング、ストリップなどの工業も行われた。1980年代後半には234席となり、閉館までこの座席数を維持した。2009年には、西尾市内の芸能、 映画関連遺産という名称で、建物が近代化産業遺産に認定された。名鉄西尾駅前には、西尾劇場、小畜、東方系の松江館、洋画専門の西尾パール劇場の、計算館が、やや離れた、菅原町には、日活系の鶴城映劇が存在したが、西尾パール劇場と松江館は1980年代後半から1990年代前半に、 相次いで閉館した。2011年9月に西尾劇場が映画館としての定期営業を終了すると西尾市から一般映画館がなくなり映画館は成人映画専門に転換した鶴上映劇のみとなった。その後は単発的に映画上映を行っていたが2013年4月14日西尾劇場で撮影が行われた。 映画、海徳丹海徳丹南部長期団が、最後の上映作品となった。この岸辺長期団の試写会には、愛知県知事の大村秀明、西尾市長の坂木原厚生も列席している。建物は老朽化して、屋根に穴が開くなどしており、2014年2月に取り壊され、さらちとなった。その後2015年、跡地の一部に英雄ショップ、西尾駅前が、 移転開業している。ロビーには、高倉健、鶴田浩二、藤純子、千葉新一、菅原文太など、東映スターのポスターが数多く飾られ、1997年頃から閉館まではロビーで駄菓子を売っていた。建物は、昭和初期の大規模木造建築であることから、映画、20世紀少年で、建物前がロケ地として使用され、映画、 オールウェイズ三丁目の夕日64のロケ地にもなる予定だった。2013年の映画、海徳丹海徳丹岸部長記団は、西尾劇場で撮影が行われ、愛知県知事の大村秀明が、西尾劇場の館長役で出演した。劇場閉館後、不動産業として存続している法人、株式会社西尾劇場の代表ら二人が、 劇場跡地の売却益約2億6300万円を申告せず、法人税約7800万円を脱税したとして、名古屋国税局は2019年4月5日、法人と代表ら2人を法人税法違反などの容疑で、名古屋地方検察庁に告発したと発表した。ありがとうございます。